長岡萌氏は日本の女子バスケットボール選手である。北海道浦河郡浦河町出身でバスケットボール女子日本リーグ機構のトヨタ自動車アンテロープスに所属。ポジションはスモールフォワード。背番号2札幌山の手高等学校卒業。ペイント内でのプレーからアウトサイドのシュートまでこなすオールラウンドプレイヤー。幼稚園年中まで。 浦河町で過ごした後、札幌市へ移住。姉の影響を受けて、小学校2年でバスケを始める。札幌市立宮の丘中学校3年の時 U-15、女子トップエンデバーに選出される。2009年4月、札幌山手高校に進学。1年生時からレギュラーとして、全国大会に出場。2年次には、インターハイ、国体、ウィンターカップの3冠を達成。 ウィンターカップ決勝の中村学園女子戦では50得点を記録した。3年時には首相となる。ウィンターカップ決勝の山形商戦で39得点を取り、連覇を達成した。2012年、高校の1年先輩、町田瑠偉が所属する富士通レッドウェーブに加入。1年目より主力として出場した W リーグ2012から13。 シーズンレギュラーシーズン22試合の1試合平均でリーグ6位の15.41得点を記録。ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。2017年、トヨタ自動車アンテロープスに移籍。ありがとうございます。